日本共産党の笠井彰です。TPP 問題について質問いたします。よろしいでしょうか。はい、いやいや、まずこれ、米国との間で行われました2月7日の協議の結果についてでありますが、この政府の発表文書というのがございますが、これによりますと、まず冒頭に、この日本国内における検討状況について、日本側から説明したのに対して、米側から2つの質問が出されております。その一つは、日本が TPP 交渉に参加すれば、すべての品目を自由化交渉の対象とする用意があるのかと、用意があるのかと、こういうことについて質問してきているわけであります。私、これ見て、どうしてこう質問したのかなと、米側は菅内閣における2010年11月の閣議決定、包括的経済連携に関する基本方針、および昨年11月の APEC での野田総理の表明をよく知っているはずだと思います。にもかかわらず、その上で、今回なぜ、そういう用意があるのかと質問してきたんでしょうか。古川担当大臣。まあ、これは米国に聞いていただかないと、これはわからないことでございますが、我が国としてはですね、これは従来、今、委員からもご指摘があった包括的経済連携に関する基本方針に基づいてですね、仮に TPP 交渉に参加する場合には、センシティブ品目について配慮を行いつつ、すべての品目を自由化交渉の対象とし、交渉を通じて高いレベルの経済連携を目指すと。ただし、すべての品目を自由化交渉の対象とした場合に、どのような自由化が求められるのか、しっかりと理解する必要があるので、情報提供を願いたいと、そのように答えたということでございます。委員長、笠井君。米国に聞かなきゃ、なぜそういう質問したかわからないっていうんですが、大体やり取りですから、アメリカとやってるわけですからね、もうアメリカはよくご案内でしょうと、なんでそんなこと聞いてくるんですか、あえてと、普通はこう、やはり聞き返すと思うんですよ。ところがですね、そういうふうなことがこう経過として書かれてないんですね。で、振り返ってみますと、昨年11月の日米首脳会談での発言めぐって、やり取り食い違いがありました。両国政府の発表が食い違ったという一幕があった。ホワイトハウスは野田首相が、すべての物品およびサービスを貿易自由化交渉のテーブルに載せると語ったと発表したと。それに対して日本政府は、そのような発言を今回の会談で行った事実はないと。こういうふうに言われて、米側からはいろいろやり取りがあって、発言が行われなかったという回答があったということでありました。要するに、そういういきさつもあって、あえて今回、この事前の交渉の協議の中で、アメリカからはっきりと、そういう用意があるのかと念押しをされたということじゃないんですか。古川担当大臣。まあ、あまりいいんですね、そういうふうにあまり決めつけない方がいいですね。これは、まさにこの前は交渉の初めての、協議の場であります。そういった意味ではですね、最初の協議の場で、そうしたお互いのですね、基本的な考え方について、確認をしていくということについては、これは私は通常あることだというふうに思います。笠井君。じゃあ、そういう用意があるとする一方で、その今、大臣も言われました、先ほど、どのような自由化が求められるのか、しっかりと理解する必要があるので、情報提供を願いたいと、米側に要請したということでありますが、その要請に対して、米側からは、しっかりと情報提供しますという回答が、明確にその場であったんでしょうか。古川担当大臣。こちらから寄せをして、また今度、協議もされることになっております、そういう中で、また米側から何らかの回答があるものというふうに承知いたしております。笠井君。7日の協議であったのかどうか、そのことについて答えてください。古川元久担当大臣。
私もその場にいたわけでございましたので、で逐一その一言ですね、どういう回答をしたかというところまで承知はいたしておりませんけれども、まあ、こっちから要請をしてですね、当然それはまた協議の中で米側の方から何らかの回答があるものというふうに承知をいたしております。笠井君、これ政府としてちゃんと出した文書でしょ、結果について。大臣だってどうこの問題について、私だって読んでね、いろんな疑問点出てきますよ。で国会でも問題になるわけですから、ちゃんと読んでこのことについてはどうだったのかと確認するのが当たり前だと思うんですよ。それで今もありました、これから次の時に回答があるかもしれないっていうような話だったんだけれども、結局この協議の中ではこの文書に書いてあるか、読む限りですね、必要な情報提供については回答があったらあったと書けばいいんだけども、それもないままに全ての品目を自由化交渉の対象とすることだけははっきりと答えて約束をしたということにしかならないと思います。もう一つ米側からの質問はこういうものがあります。サービス貿易や労働環境といった TPP の対象となる21分野に対応する用意があるのか。米側はこの協議の場でこういう質問を日本側に投げかけてきているわけであります。でこれもね、なんでそういう用意があるかと改めてこう聞くのかなと私思いました。野田総理は対象となる21分野があることを十二分に承知をした上で、交渉参加に向けて関係国と協議に入ると、まあ、表明したはずであります。だったらこんなこと聞くまでもないという話なんで、質問されたってそれは聞くまでもありませんよと、問い合わせされるまでもありませんよと、問われるまでもありませんよというふうにやるはずなのに、なぜこういう質問をされたのかという問題、これ大臣おかしいと思いませんか。古川担当大臣。私は全くおかしいと思いません。先ほど申し上げましたけれども、まあ、これ正式的なですね、政府と政府との協議を開始をすると、まあ、その段階でですね、お互いの、まあ、今の現状の考え方、立場について、説明をする、意見交換をする、これは全くおかしいことないと思います。笠井君、まあ、あえてこういうことを用意があるかと問われて確認をするということ自体に、私は一歩一歩重大なその問題点が出てくるというふうに思います。このサービス貿易や労働環境といった TPP の対象となる21分野に対応する用意があるのか、こういう質問があって、日本側からは以下のとおり説明したとあります。 TPP 交渉で対象となっている関税以外のすべての分野においても、高いレベルの経済連携を目指し、規制・非関税措置を含む抜本的国内改革を推進する方針であるが、 PPP での対応についてはどこまでの自由化がどのような措置で求められるか、帰国つまり米国を含む参加各国からしっかり情報収集する必要があると回答しながら述べたというわけでありますが、これに対して米側からは何らかの回答なり言明があったんでしょうか。古川担当大臣。先ほどから申し上げておりますように、まあ、前回は最初の協議でですね、お互いの、まあ、いわゆる立ち位置といいますか、そうした検討状況、まあ、そうしたものをですね、まあ、意見交換をしたということでございますので、また今後の協議の中で、そうしたものは相手からの方からもですね、さまざまな形で、回答が来るものというふうに承知いたしております。笠井君、悠長なこと言って臨床になるんですね。なんか時間がないと、もう交渉一方でやられているという中で、そして90日という期限がアメリカとの関係でもあるわけでしょ。そういう中で一日一日大事だということで日本政府やってんじゃないんですか。で今度21、22とまたありますよね、実務者のやつが。で一回一回の協議というのが政府にとっても大事だと思うんですけれども、こちらから用意があると日本側の政府として言いながら、同時にアメリカを含む各国からその点でのしっかりした情報収集する必要があるということを言っておきながら、その場でアメリカさん、ちゃんと情報収集するっていう点でちゃんとやってくれますよねと、なぜそういうことを確認して言明を取らないんですか。これでは結局ですね、米側からは用意があるかと二つのことについて聞かれながら、何の具体的にその時にあえて言った情報提供だとか、あるいは情報の提供、収集という問題についても、やりますよとか、前向きにとか、ちゃんと必要なことは日本にやっていきたいとかいうことも確約取らずに、ただ、今回の交渉では、協議では、日本側がすべての品目を自由化交渉の対象にして、規
規制非関税措置を含む国内改革を進めるという言質だけ一方的に取られた、これに過ぎじゃないじゃないかというふうになると思うんです。重大だと思います。2月7日の日米協議では、次に日本の交渉参加に関する米国国内における検討状況について米側から説明があったというふうに書かれております。そこで先般ですね、米国政府が実施をしましたこの問題に関する意見募集パブリックコメントについてでありますけれども、これは相当膨大なものになっているということで、これは外務省がまとめられたんだと思いますが、ここに、TPP 協定、に関するその日本との協議に関する、米国政府意見募集の結果概要と主要団体の意見詳細ということで、平成24年2月ということでの、ペーパーにまとめられております。でこの概要を見ますと、パブリックコメント115件意見が出されている。そのうち9割方は日本の TPP 参加に肯定的に歓迎しつつ、食料から知的財産、医薬品、医療機器、金融投資、サービスに至るまであらゆる分野にわたって自由化、市場開放を要求するというものになっております。例えばこの中で全米商工会議所でありますが、規制の一貫性ということについて、コメントをしていて、こうあります。日本は法令制定過程における透明性の水準を高め、公式非公式の諮問過程において外国の利害関係者に有意義なアクセスを与え、また工事及び意見募集の手続きを改善するべきだ、こう要求していると記述されています。また全米サービス産業連盟はこう言っています。規制の透明性に関し、 USTR は日本政府に対しパブリックコメント手続きの改善、実質的な影響を与える規制等が取り扱われる審議会への参加等を通じた利害関係者の法律形成初期段階における参画機会の拡大などを要請せよと、まあ、こう言っているわけであります。まあ、要するに平たく言えば、規制や規格、法律の制定を日本がやる場合に、それを議論する日本政府、省庁の審議会などに、アメリカの利害関係者を議論の初期段階から正式メンバーとして、自国民並みに関与させよ、要するに、アメリカ企業の利害関係者のところが、日本の規制問題を議論する審議会に、正式メンバーとして入って議論できるように、法律を作る初期段階から、そして自国民並みに扱えというあけつけな要求にほかなりません。今回の協議で米国国内における検討状況の説明が先方からあったのに対して、日本側は当然こんな前代未聞、法外な要求は受け入れられないとはっきり言ったんでしょうね。古川担当大臣。まずですね、先ほど委員がなんか現地を取られたというふうにおっしゃいましたけれども、そもそも委員はですね、そんなことはもう前から言ってて、確認するまでもないことをなんでわざわざここで言うんだというお話をされました。まさにここはですね、私どもは従来から包括的経済連携に関する、まさに私どもが決めてきたことを、その立場をですね、きちんといつも説明をしているわけでございます。そういった意味では別に現地を取られたとかそういうことではなくて、従来からの日本の政府の立場をきちんとご説明をしてきているということだということをまずご理解をいただきたいと思います。その上で、今のお話ありました、米国側でパブリックコメント等でですね、いろいろ示されたと、そうしたことについては、これはアメリカの側からですね、政府によって精査を行い、米国政府としての懸念を特定した上で、今後日米で協力して効果的な対応を協議していきたいと、そういう発言がございました。
ですから別にパブリックコメントがそのままこれは米国政府の要請というわけではなくて、こういうものがあったけれども、そういうものを精査した上でですね、米国政府としてのこれから懸念を特定した上でですね、こちらの方にまた反応があるということでございますから、そういった意味では私どもはその米国政府としての見解というものを踏まえた上で、私どもとしてです提起された事項があれば、これまでも二国間で議論したものも多く含まれているので、今後とも議論していきたいと、そういう意味でこちらの方から発言をしたということでございます。葛西君、現地を取られたいというのは実際なんですよ。形でこの見る限りですね、交渉の協議の中でそのことだけは答えているわけですから。しかも去年は言った言わないが問題になっていたのに、あえてそこでちゃんと確認して、その代わり情報提供してちょうだいねということについては何の担保もないということなんですよ。今の問題で言いますとね、この市議会にその利害関係者、最初から外国のアメリカの関係者を入れろという問題については、今回初めてじゃありません。もうアメリカの業界あるいは財界の方からもう累次にあたって言ってきている問題ですよね。例えば2009年に在日米国商工会議所もこのことを書面から掲げて言っている、繰り返し言ってきていることです。昨年11月の外務省資料でも慎重な検討を要する可能性がある点ということでこの問題に触れているはずであります。で、今古川大臣は米側がこれから精査して正当だと言ったら言ってくるから、その時言うんだっていうふうに言われましたが、正式に要求してきたらそれこそ大変になるわけでしょ。その事前にやってる段階で協議してるわけですから、まさかこんなことは米国政府として正面から必要だなんて言ってきませんよねと、こうやんなかったら、正式に言ったらもっと大変になりますよ。今のうちに釘刺すのが当たり前じゃないですか。なぜそれやんないんですか。古川担当大臣、逆に考えていただいたらですよ、我が国でもですね、さまざまな団体やいろんなことを言ってます、おっしゃってます。でそれに対して、じゃあ、米国政府からですね、あそこの言うとおりけしからんとかこうだということで、政府に対して、言われるかというのはですね、それは政府と政府との間で協議をしているわけでございますから、それは政府として言ってくるものについては、こちらも政府としてきちんと対応させていただきますけれども、それ以外のですね、このパブリックコメントでさまざまな団体が言っていることについて、随時ですね、随時、政府が反応するということは、これはですね、通常のこれ外交交渉で、これはありえないことだというふうに思っております。委員長、葛西君。パブリックコメントについて、ただアメリカの中では集約しているだけだったらいいんですよ。今回の協議の中でわざわざ米側から説明があったんでしょ。パブリックコメントについて出されている意見について例示もしながら、向こう側からはこういう要求出てますよということをわざわざ言ってるわけですよ。で、その上でそれぞれの正当性については検討した上で精査して必要なものは正式に言いますよと言ってるけれども、この問題向こうからわざわざですね、パブリックコメントを話題にしてるんですよ。テーマに載せてるわけですよ。その時にこの問題は絶対に正式にやってくれたら困りますよというぐらい当たり前じゃないですか。私ちょっと伺いたいんですか、古川大臣。この向こうが、この米国の産業界が要求している規制に関連する審議会に法案作成の当初の段階から正式メンバーで入れろという要求は正当と思いますか。このついての大臣の見解を伺いたい。古川担当大臣。これはアメリカの方がどういうふうに考えるかということでございますので、日本の政府の立場でですね、どうのこうのということを申し上げることは差し控えさせていただきます。日本の政府の立場じゃなくて、日本の葛西君、ありがとうございます。日本の規制に関する法律を作る日本の問題です。そして日本の審議会に外国の利害関係者を入れろと要求しているけれども、これはまずい問題だと、これまでもそんなことやってないと、これをやることはこれまでからしても大変なことになると、そういう認識ないんですか。アメリカの問題じゃないでしょ。日本の法律作る上で審議会にアメリカの利害関係者入れろって言ってるんだから、それは正当か正当でないかぐらい言えるでしょ。古川担当大臣。
従来からですね、日本政府においてはですね、当然そうしたまあ様々な規制やそういうものを検討するときには利害関係者の意見は聞きますけれども、しかしそこでちゃんと決めていくについてはですね、やっぱり公正中立なそうした形で決めていかなければいけないというふうに考えております。委員長、笠井君。私の質問に答えていただいていません。外国のつまりアメリカの利害関係者を最初からこの審議会に入れろと、そして自国民並みに扱えということについては、これは日本としては認められないと。例えばじゃあちょっと言い方変えますが、そのことがアメリカ政府として正当性精査して必要だと正式に要求してきたら、それは困りますと言いますか。古川担当大臣。仮定の質問ですね、お答えすることは差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますけれども、我が国においてですね、そうしたものを決めるときは、それは我が国において、ちゃんと誰が見ても公正中立と考えられる形で、やっぱり決めていかなければいけないというふうに考えております。笠井君。私、こういう政府の姿勢で交渉やるいは事前の協議やってたら、大変なことになると思います。周知のようにアメリカは、相手国の市場アクセスの障害とか、政策形成過程を問題にするときにしばしば透明性、英語で言えばトランスペアレンシーですけれども、そういう用語を使いながら改善という名目で要求してきております。透明性確保というのはアメリカが重要視する FTA 戦略の一つであります。TPP の条約文で相手国の審議会にアメリカの利害関係者が正式に入ることを規定してしまえば、アメリカの多国籍企業に圧倒的な有利な政策を、いわばコストと手間をかけずに実現できるということになると。国の政策形成の内部に入って、米国に有利、好き勝手の政策を取られたらたまらないと思うんですよ。それこそ国益かどうかっていう根本問題だと思います。もう一つ伺います。食の安全に関するパブリックコメントの内容も重大であります。例えば、米国米連合会は、残留農薬の検査はリスクに比べて高くつくので、不必要な検査を減らすべきだとしております。ウォルマートは、米国産リンゴの厳格な検疫手続きが店頭における保存期間を縮め、輸出を著しく阻害していると主張しております。これらについても、今回の協議でこちらからはコメントしなかったということですかね。米国政府から残留農薬検査や検疫手続きを今より緩めようという要求が正式に出てきた場合、日本はどう対応するつもりですか。古川担当大臣。小宮山厚労大臣。今、委員がご指摘の食品の安全に関しましては、個別の食品安全基準の緩和ということは議論されていない模様です。ただ、食品の安全というのは、国民の食の安全のために非常に重要なことですので、そのもしも万が一それが議論された場合には、国民の生命、健康に、損なわれないように、しっかりと対応したいというふうに思っています。笠井君。アメリカンポテト貿易連合というのがありますが、アメリカで使用している添加物、エチレンオキシド、エトキシン、ベルオクシ、酢酸を日本でも使用できるようにせよということで要求してきております。こういうことについても、このパブリックコメントにあるんですがね、私はこういうね、向こうが発表している後ですから、はっきりノーと言ったのか。日本で使用禁止の添加物を使用できるようにする要求は今後一層問題になると思いますけれども、日本の政策転換はありえないと、こういう点でははっきり言ったんでしょうか。現場浩一郎外務大臣。加算委員、ご存知でお聞きになっておられると思いますけれども、まずパブコメは、先ほどこれは古川大臣も言われましたけれども、これから米国政府として評価分析を行う、その上で政府として何を言ってくるかということでございます。それが一つです。で、今問いのあったですね、いわゆる残留農薬等々の話というのは、小宮山大臣も言われましたけれども、基本的に私は以前も答弁したと思いますけれども、SPS 協定などでですね、認められている権利の行使を妨げるというようなことを日本政府は考える必要はないのではないかと私自身は考えているんです。で、ご存知のように、例えばオーストラリアとかですね、
ニュージーランドなどではかなり厳しい基準を持っているわけですよね。で、今回議論になるならないあるかもしれませんけれども、可能性としてはですね、ただ豪州とかニュージーランドがその後ですね、そういった基準を変更したというふうには私は承知しておりません。委員長、笠井君。事前協議の段階だからということで、今もいろいろ言われましたけれども、ここが肝心なんですよね。そこで緩めるということを認めたら、共通交渉に持ち込まれるということになってくる。そして日本は緩めることを認めたよということで、オーストラリア、ニュージーランドにまたアメリカ言うという形になるわけですから、そういう問題としてあると思います。まだまだ挙げればキリがないんですが、政府の発表文書によりますと、先ほど言いましたが、今回の協議で米側の方は、パブリックコメント等で出されている意見の中からあえて、農業、自動車、保険、急送便、分野横断的事項の4分野について紹介があり、パブリックコメント等にて示されたさまざまな事項に関し、米国政府による精査を行い、米国政府としての懸念を特定した上で、今後、日米間で協議していきたいと言われて、日本も同意しているわけです。他方で日本側は、出されたパブリックコメントに関する意見や質問も言っていなければ、日本国内のさまざまな懸念事項を紹介したという記述もどこにもありません。要するに言われっぱなしじゃないんですか。古川担当大臣。こちらの方からもですね、日本側の方から、アメリカに対してですね、国内で出されておりますさまざまな懸念等も踏まえたですね、質問リストというものを出しております。そういった意味では、日本側からアメリカに対してですね、我々のものを持っている、そうした懸念についてもきちんとお伝えはいたしております。委員長、笠井君。質問リストいつ出しましたか。古川担当大臣。質問リストにつきましては、在米国大使館経由で2月16日に USTR に提供いたしております。笠井君。それは公表されてますか。古川担当大臣。公表はいたしておりません。委員長、笠井君。なぜですか。古川担当大臣。このリストにつきましてはですね、相手国との信頼関係に配慮する必要がありますので、そのままの形で公開することは困難であるというふうに考えております。委員長、笠井君。これはですね、今、大臣から言われましたが、要するに日本国内のさまざまなその懸念事項というか、頻繁に提起される事項に関して質問リストにしたわけでしょ。なぜ出せないんですか。だって総理は十分な国民的議論のためにと言ってるわけじゃないですか。アメリカとの信頼関係と国民との信頼関係とどっちが大事なんですか。現場浩一郎外務大臣。これはですね、やはり国民的な議論に資する必要がございますので、この質問リストについて、適時整理をして、これは今政府の中で幹事会ございますので、幹事会でも整理をしていただいて、これは国家戦略担当大臣がトップであるわけでありますけれども、やはり国民の議論、この皆様の議論に資するように提供していくということで考えていきたいというふうに考えています。笠井君。アメリカとはもう渡していて、そしてまたさらに協議が明日、あさってあるわけですよね。一回一回大事なんでしょ。先ほど私提起したような質問や疑問点もあるわけですよ。なぜそんなことを即時国民に対して出せないんですか。だって交渉の話じゃなくて、日本の側からの出ている問題に頻繁に提起される事項についてまとめたものなんでしょ。どれぐらいの分量なんですか。どういう項目書いてあるんですか。出してくださいよ。だって古川元久担当大臣。このニュースの中にはですね、例えば我が国国内で、関心懸念が示されております輸入食品の安全基準の緩和であるとか、外国人専門家の資格免許の承認の受け入れ等、そうしたですね、状況についての交渉の現状に関する項目などが盛り込んでおります。いずれにいたしましても、今外務大臣からもご答弁させていただきましたけれども、どういう形でお示しをできるかということはございますが、国民の皆様方にですね、できる限り情報は提供してまいりたいというふうに考えております。
笠井君、今大臣が言われた項目ではなんか秘密でも何でもないでしょ。だって日本の国会やあるいは与党の中や国民の中やこれに対する異論反対もいっぱいある中で、実際に頻繁に提起される事項について書いたリストでなんで出せないんですか。これだってアメリカはパブリックコメント全部公表してるんですよ。で日本の側は質問事項いっぱいあるということでまとめたんだったら、それを公表してどうするのかっていうことについてはちゃんとそれは交渉やったらいいでしょう、話し合いしたらいいですけど、日本側から何を出したかも国民に言えないんですか。しかるべき時に出すなんていうのはダメでしょう。古川担当大臣、整理をした上で随時情報は提供してまいりたいというふうに考えております。委員長、笠井君、すいません、整理をした上でって私理解できないんですが、整理したものが質問リストじゃないですか。現場浩一郎外務大臣、これはですね、結局例えば米国と日本がどういう文書をすべて、やり取りを行ったかということをすべて出すってわけにはいかないのはもうご存知の通りだと思いますので、先ほど私が申し上げたようにきちっと整理して、質問リストについて提供をさせていただきたいというふうに思ってます。笠井君、質問のリストの中で国民に明らかにするとまずい問題があるんですか。整理するって何ですか。古川元久担当大臣、ですね、これ、まさに外交文書のところでございますので、どういう形かということはありますけれども、きちんと情報提供はしてまいりたいというふうに考えています。笠井君、きちんと情報提供していきたいって言ってやってないじゃないですか。じゃあいつまでにやりますか。古川元久担当大臣、ちゃんとできる限り、早急にやりたいというふうに考えております。笠井君、交渉は協議、また明日明後日実務者協議あるんですよ。それ終わってからだったらまた次の段階になりますよ。これに向けて今次の明日明後日それがまたテーマになってやるわけでしょ。これはだから7日の時は出さなかったわけですよね。パブコ名目は出してたのに準備してなかったわけだ。16日にようやく出したわけですよね。大使館通じて出したわけだけど、明日明後日また協議、話し合いがあるわけで、協議があるわけでしょ。で国会と国民はただ知らないまま指くわえて待ってろということになるんですか。いつまでに整理してって速やかにやって、いつまで。古川元久担当大臣、明日明後日交渉なんだから、協議なんだから。さっきから申し上げておりますように、できるだけ早くですね、整理して出させていただきたいと思っております。委員長、笠井君、すいません、何を整理しなきゃいけないということで時間がかかるんでしょうか。出したものを出せばいいんだ。アメリカに古川担当大臣、外交文書でありますので、そのままですね、出せるかどうかということがありますから、そこは整理をさせていただいて、できるだけ早く出させていただきたいと思っております。笠井君、今の聞く限りでは要するにそのまま全部ということではなくて、外交文書なのでそれを料理するのに若干時間かかるということだから、現場大臣、これはもう速やかに出せますね。現場が外務大臣、これはもう先ほど申し上げてますけど、もうできるだけ早く提供いたします。笠井君、この資料について委員長、理事会で提出をきちっと求めていただきたいと思います。協議お願いします。はい、理事会でお諮りいたします。笠井君、でこれに対してこの米側の回答というのがここに書かれておりますが、日本側の質問に関する要請に対して米側はできる限り回答したいと、こういうふうに発言したというふうにこの記録にありますけれども、できるだけというのは米側が回答しない、あるいはできない項目があるとという認識を示したいということなのか、それはどうでしょうか。古川元久担当大臣、これはですね、普通こちらが質問すれば、じゃあそれはできる限り回答しましょうというのを答えるのは、これ普通の答え方じゃないかと思うんですね。ですからあまりそれをですね、言葉尻を捉えて、できる限りというのは回答しないことかというふうにちょっと解釈するというのは、ちょっとこれは行き過ぎではないかなというふうに思います。笠井君、わざわざここにできる限り回答したいって書いてあるから私は聞いたんです。
この、ね、あの政府の文書4ページあのじゃあ日本側はそういうふうにできる限りといったときにやはり日本で懸念もある反対もあるいろんな意見があるんで全ての質問に回答してもらいたいということは言ったんでしょうね。古川担当大臣。あのこちらとしては当然ですね、あの質問事項について答えをもらいたいというふうに当然こちらからはあのお願いをしているということは当然でございます。笠井君。できる限りというのはそのできないものもあるということでそれに対してあったということですか。古川担当大臣、もう質問時間が終わってますので手短に。あのそれは向こうも努力をするということだ、そういう回答だというふうに認識をいたしております。あの終わりますけれども、あのこういうであの協議の姿勢ではね、とても国益守れないと、やっぱりね、国民の懸念を正面からぶつける、その質問事項は国民に明らかにする、アメリカがどう言ったかについても、ちゃんと明らかにしなかったらね、こんなのだめですよ、そのことだけ申し上げて、また質疑やらせてもらいます。これにて笠井君の質疑は終了いたしました。